チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日も切手でたどる韓国現代史、郵便学者の内藤陽介先生のお話を伺いたいと思います。内藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新年2回目ですけれども、はい、もう今年も絶好調で、思いっきりタイマーかけるの忘れちゃいました、ね、普通これ地上波だったら NG ですよね、はい、チャンネルクララ緩くこれは通ります。はい、それでまあ、なかなかあんまりその切手のデザインの話だとかそういうのが多かったんで、ちょっとたまには真面目に郵便があるの、はい、いつも真面目じゃないですか。あ、そうですか。じゃあいきますよ。ポッ、こちらですね。で、まあ、これ今日はデザインなんかまあどうでもよくって、あ、どうでもいいですか。まあ、まあ、何の縄文式時だろうのもありません。中のツボなんですけども、はい、すいません、ちゃんと調べてないというこのやる気、その点に関してのやる気のなさが出ちゃうんですけれども、いい、これまあ1930ウォンという料金の切手なんですね。で193円弱、日本円で193円前後、はい、で、まあ、韓国の切手の中では、まあ、かなり高額な額面。日本でもそんな切手なかなかないですよ、ね。まあ、日本でも1000円が一番多いかな、うん、現状では ですから、まあ、イメージとして言うと、まあ、1000円切手とか2000円切手とかそういう感じに感覚的にはなるということですね。で、韓国の切手って通常日本だと40円切手50円切手とかですけど、韓国はどれくらい、料金確か300ウォンです。あ、感覚的には同じ似たような感じですね、はい、うん、ですからその5倍6倍ですから、やっぱりかなり高額なもの、向こうの人にとってはまあ高額な感覚ですね。で、はい、一応これ料金としては何に使うかというと、書き留めにしてなおかつ速達にするような郵便に使うという、はい、うん、そしてやっぱりどんどん上乗せしていっちゃいますんで、うん、で一応まあ高い切手なんで、ちょっとこれ画像だと分かりにくいんですけれども、うん、メタリックの文字がこうなってまして、うん、このコリアっていうのがこう光るのがこう分かるかな、うん、ちょっとメタリックでこう光ったり、ちょっと晒していただいて、あ、どうぞどうぞ。いや、普通に手で持っていただいていいですか。僕ちょっと油手なんで、ちょっとアダム徳永風、はい、でむしろお友達なんです。あ、そうですか。いい、表をこう見ていただくと、このコリアって文字が浮かんだり消えたりとか、はい、あ、そうですね。ちょっと、もしあれだったら後でカメラの前で撮っていただければと思います。すごい綺麗に写ってます。で、それでですね、あとこの下にですね、この偽造対策でマイクロ文字が入ってます。はい、コリアポストというのはハングルと、うん、それからオーブンでこう、はい、交互に入ってます。で、これ、はい、コピーすると潰れちゃうという字で、はい、日本のお札なんかでも日本銀行って文字がマイクロ文字で入ってて、うん、複写すると潰れるっていうような部分が、うん、いろんな箇所に入ってたりするんですけれども、それと同じような仕掛けをやったわけです、はい、で、さて、まあ、これは高額の切手なんですけれども、うん、これがですね、実はまあ、もう一昨年になっちゃうんですけれども、うん、2013年の10月から11月ぐらいにかけてですね、はい、韓国の切手屋さんに、まあ、金券屋さんを兼ねたような切手屋さんに大量に持ち込まれたんですね、はい、で香港のパスポートを持った人間が大量に持ち込んだんです、うん、でどれぐらい持ち込まれたかというのは、これ正確な数は今分かってないんですが、はい、ただこれ金券屋さんの大手に8社に持ち込まれまして、大体、日本でもそうですけれども、金券屋さんって大体100万200万だったらすぐ買い取ってくれちゃうじゃないですか、はい、そのレベルでやっぱり何百万円とか、多分1000、うん、ま、万単位分ぐらい。すごいですね、1000万円分の切って持ち込むって。あ、でも1000万ウォン、仮にウォンだとするでしょ、はいはい、そうするとこれ1930じゃないですか。そうすると、切手のシートが仮に100面だとすると、それだけで見しましょう。で、そうするとそのシートがこう100枚だとすると、はい、それがこう束で100枚ってこんなもんですから。あ、そっかそっか。で、カバンでシートの状態で持ち込んじゃえば、カバンに、うん、ちょっとした、なんていうんですかね、パソコンぐらいの大きさだったら、もうあっという間に、ね、何百万円分になっちゃうわけです。はい、で、それを金券屋さんに持ち込んだわけです、うん、で、実はその金券屋さんに持ち込んで、金券屋さんは、まあ、日本と一緒で割引をして現金払うんですが、うん、はい、日本の場合ですと使わなかった切手とか、それこそ、まあ、そろそろ年賀はがきが、うん、余ったはがきどうしようかっていうことなんですけど、あれは5円の手数料払うと新しいものに変えてもらえるっていう手数料かかるんですが、韓国の場合は切手をその好きなものに交換するときに手数料かかんないんですよ、はい、で、そこでその持ち込んだ金券屋さんはどうしたかっていうと、まあ、1930ウォンなんてなかなかやっぱり使い道がないんで、うん、一番使い勝手がいいのはこれ300ウォンっていう普通のその手紙に使うやつですから、これに全部交換したんですよ、郵便局持ってって、はい、で、持っていきまして、で、それをその例えば企業だとかいろんなところでまあ売って現金って回収したという、はい、まあ、そういうことをやったわけです、はい、で、ところがこの香港から持ち込まれたのがパッと見分かんなかったんですけれども、このマイクロ文字が、はい、
よく見ると潰れてたんですね。なるほど。これは画像で大きくしてるから分かりますけれども、実物の大きさはこれですから、はい、この大きさですから、この大きさでこの下にこう入ってるこのマイクロ文字って、やっぱりちょっとパッと見、よくできて分かんない。つまりよく調べなかったと。よく調べなかった、はい、でただこのメタリックのところだとか、この紙の雰囲気だとか、うん、これ全部非常によくできてたので、うん、だいたいまずこのメタリックのところでこう識別しますよね、うん、日本でもお札なんか本物か偽物かってまず透かし見るじゃないですか、はい、で多分透かし入ってると安心しちゃうと思うんですけれども、そのマイクロ文字が潰れてるということまでなかなか普通の方はチェックしにくいと思うんですが、まあ、それで通っちゃったんですね、うん、でしばらく経ってこれが偽物だということが分かって、はい、ソウルの中央郵便局大騒ぎになるんですよ、はい、で実はこの1930ウォンだけじゃなくて1000ウォンの切手と2000ウォンの切手の偽物が大量に持ち込まれたんです、うん、でもう出ちゃったと、うん、でその金券屋さんが警察に呼ばれて取り調べを受けるんですけれども、まあ、当然、はい、で当然その金券屋さんも気がつかなかったと、うん、気がつかないでそれでやってたんで、その後結局何があったら呼ぶからということ、一応今のところ呼ばれてないで、はい、無事に済んでるらしいんですよね、でここで問題なのは、じゃあ普通その偽物が、まあ、窓口から売られちゃったと、気がつかないで売られちゃったうちはいいんですけども、はい、売った後気づいたらどうするか、どうするか、普通回収騒ぎですよね。しないんです。そのまま売ってたの。はい、もしもし、売り切っちゃったらしいんですよ。もしもし商業倫理とかそういうの、いや、それで偽物が出たということを表向きには全部伏せちゃって、うん、なかったことにして、ダメじゃないですか。ダメじゃないですか。もう不祥事じゃないですか、うん、それなかったことにして、はい、売り切っちゃったらしいんですよ、はい、ダメじゃないですか。いや、ダメですよ。でだけど結局その警察に呼ばれた規定さんなんかいますから、はい、やっぱりちょっとそっちの世界に詳しい人間だと話は知ってるんですけれども、はい、で一部のなんかネットメディアでそれ報じられたらしいんですけれども、うん、なんかほとんどうやむやになっちゃったらしいんですよ。はあ、ひどい話ですね。でそうは言ってもこれもうさすがにそんだけ何千万単位で、うん、偽物出回っちゃってますから、はい、これをそのまんま売りに出すわけいかないじゃないですか、うん、はい、でそこでどうしたかというと、うん、去年の8月になって突如この切手自体が一昨年に出た切手なんですけども、はい、去年の8月になって突如何の理由もなしに、うん、新しい1930本のデザインの切手が出るんです、はい、それがこれですね。はい、買ったわけですね。買ったわけです、はい、で普通なんかこの何年も使っててデザインが古くなったとか料金が変わったとかっていう、うん、はい、買えるなんかそれなりの理由があるんですけど、はい、もう何の理由もなしにいきなり買って買った、はい、で出たわけです。でこの時に出た切手がこれはまあ古墳から出てきた金の耳飾りで、うん、まあ、彼らはよく好きなデザインですけれども、ええ、でここでまあちょっとこれも分かりにくいんですけれども、メタリックの、はい、やつなんかもしっかりあります。あ、じゃあちょっともう一回触らせていただきます。はい、どうぞ。あ、どうぞ。そのまま持っていただいて。あ、どうぞ。ザラザラザラ。アダム徳永風。はい、ライブに来てくれたんです。一回、はい。それでやはりここにもそのマイクロ文字がですね、コリアスタンプというのはこれしっかり入ってます。複写すると潰れるってやつですね。そうです。でそれでですね、これまあマイクロ文字とかメタリックと同時にこの穴が開いてるんですね、うん、本当はこう、うん、穴抜いちゃってるんですよ、うん、紙に朝鮮半島の形で穴開いてまして、もちろん、はい、朝鮮半島、一応韓国というのは朝鮮半島全体の政党政府というのは建前ですから、うん、後ろから見るとね、本当は穴開いてるよ、ね、本当は穴開いてる。こう手のあれやると分かると思うんですけど、うん、こう手のでね、穴が開いてるんですけれども、まあ、こういう穴を開けて加工すると、はい、でそうするとまあ偽造するときに手間がより多くかかるのでしにくいよねと、うん、まあ、偽造防止のやり方って例えばこの周囲のミシン目、これ我々目打ちって言ってるんですけれども、これ普通は規則的になってるのをあえて途中で違う形のものを入れてみたりとかって、うん、はい、まあ、いろんな偽造防止のスタイルはあるんですが、さすがに韓国郵政も前乗りはちょっと一段難しいものにしようってことするんですね、うん、でただこの偽造防止のこの朝鮮半島の地図をよく見るとですね、はい、半島しか書いてないんですね。あれがない。そうで竹島がないってことは竹島はいらないのかな、はい、じゃあもらってあげましょうか。もらって、もともとうちのもんですよね。もともとうちのもんですからね、はい、やっぱり竹島は自分たちのもんじゃないってこれやっぱりよく分かってるのかいう穴の開け方かなと。まあ竹島の穴開いたって見えないですけどね。そうですね。物理的に金貸せよ、竹島返せよということで今年もよろしくお願いいたします。